赤信号を直進してきたバイクが女性に衝突し、その後、通報や救護をすることなく走り去りました。昨日午後10時15分ごろ、与那原町の国道331号で、2人乗りのバイクが交差点に侵入した際、自転車に乗っていた31歳の女性に衝突しました。女性は転倒して頭を打ち、頭部や右足に軽い怪我をしました。 この女性や他の目撃者によりますと、事故当時、2人乗りのバイク側の信号は赤だったということです。2人乗りのバイクを運転していた人物は、衝突後、バイクから降りて女性に声をかけましたが、救助や通報をせずに現場からバイクで走り去ったということです。警察がひき逃げ事件として近隣の防犯カメラ映像を調べるなどし、逃げたバイクの運転手の行方を追っています。